では若手メンバーの人間性を暴く最初のドッキリは、もしも突然ポットから水が噴き出したらドッキリ大作戦。舞台となるのはスタジオから離れた打ち合わせルーム。この部屋にメンバーを打ち合わせと称し呼び出し一人きりに。すると置いてあるポットの水が突然噴射。どう対処するのか、その様子を4台の隠しカメラで撮影。一体ターゲットはどんなリアクションをするのか、モニターで見ている回答者に予想してもらいます。最初のターゲットが今回のドッキリの舞台となる打ち合わせ夫婦にそろそろやってくると。あ、来た来た。ということで、今回のターゲットは阿部マリアでございます。まず最初のターゲットは高校2年生17歳の阿部マリア。ファッションモデルになるのが夢で AKB に入った彼女。今年3月にはガールズアワードでモデルデビューも果たした注目の若手メンバー。お待ちください。まずはディレクターを呼びに行くといい、阿部マリアを一人っきりに。扉にはがっつり鍵をかけて出られないようにする。楽屋での阿部っていうのはどうですか？あんまりこうわーわー喋ったりしないタイプの、どうなんですか？ちょっとこう抜けてますね。今なんか髪の毛ちょっといじくってますけど、普段あんな感じなの？阿部マリアはあんまり人にも興味がない感じですね。姿勢めっちゃいいよね。確かにバレエやってたんじゃなかったっけ？昔やってた。今多分台本1ページ目を開いてるところで、まあ、でも台本読んでますけど多分ほとんど頭に入ってないです。ではここで問題。果たして阿部マリアはポットから突然水が噴き出したらどう対応するのか。それではまず島田のチームから見ていきましょう。こちらです、はい、一回見て放置する。おー、というとパッて見るんですけど、そういうものなのかなって言って、いや、もうアホやな、また台本を見る。大場、はい、チームいきましょう。止めようとして紙コップを使う。おお、はい、というと紙コップがあるの気づいて。お前よく見とうな。おお、マリアちゃんは絶対手を使って汚れるのが多分嫌いなので、うん、その紙コップで止めようとするんですけど、うん、溢れちゃってどうしようってなってあわあわするっていう。はい、みんないいとこ行ってるんですけど、はい、阿部さんのことちょっと分かってない。まだまだ阿部さんだったらこうしますよ、はい、多分ポットの水を口で受け入れる。ビリヤマだとどうする？私だったらポット水口で受け止めます。いや、そっけみんなの予想はご覧の通り。果たして阿部マリアはどんな行動に出るのか。それではスタッフさんお願いします。ポットの水噴射まで5秒前、4、3、2、1、スタート。さあ突然ポットがびっくりした。何これ？さあポットの水にテンパる阿部。スイッチを押しても止まらない。どうする？あれ、あ、ポットをとりあえず止めようとしてるけど、さあ止まりませんよ阿部マリア。どうする？どう、おお、紙コップで。手にしたのは紙コップ。すごい、次から次に出る。3個目、4個目、すかさず5個目。しかしもうすぐ紙コップがなくなるぞ。どうする？頑張れ。お盆使う。紙コップなくなったお盆使う。なんと阿部、まさかのお盆。これで対処できるわけがない。オーバーチーム正解。もしも突然ポットから水が噴き出したら。続いてのターゲットは来ました。さあ来ましたよ。続いてのターゲットは大島涼香でございます。続いてのターゲットは大島涼香。
同じ名字の大島優子のようになりたくて AKB に入った彼女。身長147センチと小柄だが、2年後にはセンターになるという大きな夢を持っている。どうですか大島涼香、普段は年齢が低いので。え、年齢いくつなん大島涼香って。確か今中2とか中3だと思います。中2か中 3, 中 3, 中 3, 中 3? あのみんなにクソガキって呼ばれてます、なかなか呼ばれるよそんなクソガキいたずらが好きなんですよ。でどんないたずらするの普段。なんかたまに、うん、私の頭いきなり叩いたりとか。いやもうそれはただ島田が嫌いなだけやねではいたずら好きのクソガキ大島涼香はポットから突然水が噴き出したらどう対応するのか。それではまず島田チームから見てみましょう。こちらです。はい、焦る、叫ぶ、そしてポットを逆さまにする。おー、水を止めようとするので、うん、でも止めるものがない、うん、こんだけ出ちゃったら、うん、逆さまにするしかないみたいな。なるほど、オーバーチームで。はい、ポットを持ってスタッフさんを探すです。おお、これ出しっぱなしで。そうです、もう中学生じゃないですか、うん、だからまだ自分で何とかするっていう知識がないから、うん、なるほど、とにかくすぐ誰かを呼びに行く。そう、やばいよやばいよみたいな。なるほど、それ出川さんや。やばいよやばいよ。入山チームでしょ。ゴー。はい、じゃじゃん。お、何ですか。滝。え、ここから水出てるじゃないですか、はい、うんうん、で水出てきて、うん、ここに座ってる。滝行や、滝行やるってこと。一回どんな感じか見せてもらっていいですか、入山さん。じゃあ行ったよ、行ったよ、俺行ったよ。するかそんなこと。みんなの予想はご覧の通り。果たして大島涼香はどんな行動に出るのか。さあ、それではスタッフさんお願いします。ポットの水噴射まで5秒前、4、3、2、1、スタート。さあ出しましたよ。お、そう、びっくりした。さあ出しましたよ。お、そう、びっくりした。さあ、もっともっと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 。さあ、恐る恐る近づく大島。どうする、どうする、ポットを逆さ。ボタンを押すが水は止まらない。困る中3、果たしてどうする。さあどうする。なんか物探してる感じですけどもね。鏡をチェック、なぜか鏡をチェック。鏡を見ても意味はない。おっと、何かを手にしたぞ。え、何、何、ティッシュの箱使ってます。ティッシュの箱使ってんの。冷静にティッシュの箱で対応する中3の大島。さらに、それではスタッフさんお願いします。そう、お、あ、違う、加湿器、加湿器の、加湿器のやつで、なんと加湿器にイン。さらにゴミ箱を引きずってポットの方へ。お、ゴミ箱で。いや、ちょっと舐めてたな。なんでみんなこんな冷静。もう一個ゴミ箱で。もはや完璧な対処法、とても中3とは思えません。あ、もうだいぶ止まらない。加湿器の蓋閉めましたね。そのまま加湿しようとしますよこいつ。あ、戻したよこいつ。で、蓋をして戻して、加湿器に戻して、押した、押した。加湿しました。なんとフィニッシュは加湿。恐るべし中学生ことでございまして、全員不正解。それではターゲットの2人にネタバラシ。お疲れ様。お疲れ様。え、何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 、打ち合わせが超短いんですよ。え、これでいいですかと思って。